VTuber メイドラミエ、形もよろしくラミエ。あ、そうだご主人様、今日の夜ご飯はとんかつなんてどうでしょう。せせせせせせつけいやー、せつのけいすけだよ。2022年の年も VTuber メイドラメをやってくぜ。ラメちゃん久しぶり。ってほど久しぶりってわけでもないんやけどさ、数日そんなに日数経ってないけどさ、2022年も君の笑顔を見に来たよ。しょっぱらからこの私服スタイル、そうじゃこのタイミングでセーブしたもんな前回。とんかつかー、めっちゃホクホクなんだろうな。ハンバーグの後にとんかつは肉が続く。でも肉はいくら食べても美味しい。いいね、とんかつか、いいね。あー、またこんな仕事言ってる。仕事で疲れて帰ってきた後だとめちゃくちゃ美味しいに違いない。圧倒的美味しさだろうな。サクサクの衣と豚肉の旨味、そしてそれらを引き立てる甘辛いソース、想像するだけでよだれが出てくる。そこまで想像できるかすごいね君。どんだけ食に飢えてるんだろうなって感じやな。普通のとんかつとミルフィーユ、めっちゃ乳揺れてるね。どっちがいいですか。めっちゃ乳揺れてるね。下の方なんかちょっと不自然なぐらいの乳揺れとうからな。でもさ、 3D のモデルだったらそんなもんなんかな。みんなわからん俺には。ミルフィーユっぽくしたものって、薄切りの豚肉を重ねてその間にチーズとかその葉を挟むイメージです。うわそれうまそう。チーズってところがな、俺めっちゃチーズ好きなんよな。とんかつの間にチーズか、うわうまそう。それやばい、それ俺も食いたいな。とんかつの間にチーズ、わもうチーズ絡んできたら俺めっちゃくっちゃ目がないけんな。それはまた一段と美味しそうだ。そんなレベルの高そうなもん作れるんじゃ。豚の旨味を引き立てるチーズの濃厚さと脂っこさを断ち切る子孫、まあそれは読み方わからんけど鮮やかな酸味。やばい、ようそこまで想像できるな主人公も。なんだお前、小さい頃は結構家庭の味で結構裕福でさ、家庭の味は結構ガッチリしとったんかな。そんな家庭育ちなんかな。せっかくだからミルフィーユっぽくしたものをお願いしようかな。かしこまりました。うん、よろしい。めっちゃ乳揺れるな。でも大丈夫なのか、面倒くさいんだったら普通のとんかつでもいいよ。いえいえ、これくらい大した手間でもありませんし大丈夫です。今夜もお腹を空かせて帰ってきてくださいね。あれだけの残業だ、つかない方がおかしい。わかったよ。あ、今笑いましたねご主人様。笑ったな、明らかに今まで見せなかった文字が出てきたもんな。え、そうだったかな、あまり意識しなかったのでよくわからない。自然に笑顔になれるようになってきましたね。そうか、ラメちゃんとのお出会いがきっかけで良い方向に持っていっとんな。なんかラメちゃんとの出会いが、それはきっとラメのおかげなんだろうなと思った。そのことを口に出して言うのは恥ずかしいので今は胸の中に秘めておく。まずは第一歩というところですね。今日はえらい乳が揺れるね君、さっきから体揺らしすぎじゃないかな。わ、新年一発目とはいえさ、結構サービス旺盛ですねあなた。うちのメイドさんは目標意識が高いことで。もちろんですよ。やばい、あの頃の気持ちを思い出してほしいので。今日何か喋るために父揺れよんねお前。あの頃の気持ち、ご主人様にはもっともっと元気になってほしいですから。なんとなく話をそらされたような気がした。今のやりとりが少し気になったけど。ご主人様、お肉コーナーに行きましょう。うん、ゆっくりしていると時間がもったいないですよ。ラメに手を控えてせかされると、その時感じた疑問は水に流される落ち葉のように消えていったのだった。わあ、この時間が幸せなもんなんだったらもうちょ些細な疑問なんかどうでもええやって感じやな。わかるぞ。会計を終えてスーパーを出る間際、スマホに電話がかかってきた。ああ、嫌な予感しかせえ。わ、スマホに電話動画、完全にオーナーしかないような気がする。それ以外の人から電話かかっていったら逆にえってなるけど。わ、電話かかっていたら嫌なイメージやな、出たくないな、でも出ないとぶん殴られるな。
液晶に浮かぶ名前を見て息が詰まる。どうかしたんですか、ご主人様。店のオーナーから電話だ。さっきまでいい気分でラムネと買い物をしていたのに台無しじゃ、幸せクラッシャーじゃこれ。オーナーが幸せクラッシャーになったからな。もう主人公が笑顔でいられない理由はこの人しかおらんからな。気持ちを仕事モードに切り替えて通話ボタンをタップした。せめて挨拶ぐらいしろよお前。オーナー、お疲れ様です。今回のオーナーからの電話はいつも以上に長引いてしまった。挨拶のところくだりカットされたところでは話を大半飛んだんやだけどそんなに名前は話だったんじゃ。オーナーとの話を交えて終えてか電話を切り、スマホをポケットにしまった僕にラメーが心配そうな面持ちで話しかけてきた。オーナーさんからは、あれ？何と言われたのですか？なぜ今回ちょっと離れたところなん？おっぱい全体的に見せたいっていう願望があるから、ちょっと離れて、おっぱいが全部見えるようにしてくれてる。何やその配慮。痛み入ります。それにしてもさ、これ服をさ、スカートの中に入れるけん余計おっぱいの形っていうかちょっと際立つっていうか、テントみたいになっとうからな、俺。うちの店のにとあるコスプレイヤーさんを呼んで、オフ会イベントを開くことになった。話はもうオーナーがつけているらしい。え？ああ、なんかいい話だったんじゃ。なんか怒られるわけでもなく、あ、オーナーとの話が全部説教ってわけでもないか、さすがに。あ、そういうコスプレイベントやるんじゃ。へえ。オフ会イベント？なんだか楽しそうですね。ただこのオーナーである、なんか嫌な予感がするのである。イベントの詳細はまだ何も決まっていない。全部僕に任せる。これか嫌な予感、これかやるとは言ったけどさ、オーナー自身が動くわけではないんじゃ。こういうのをしろって書いてある。こういうのをしようじゃなくてさ、こういうのをしろっていうか命令系なんやな、お前らにやらせるって。やばいな。本来ならこうして仕事を持ってきてくれるのはありがたいことだ。でも僕の店の場合、仕事の量が多すぎて僕一人では回っていないというのが現状だ。そんな状況で新しい仕事を持ってこられても現場がパンクするだけである。せめてさ、オーナーからちょっと直談判するもんじゃないの？違うかな。そのうちの会社に来てもらえませんかっていう、その方がさ、今後社長とのつながりがあるってことでさ、そのコスプレイヤーがマネージャーとかとつながって、事務所所属とかは限らんけどさ、そういうところとさ、なんか仲良くなってみたいな、今後ともよろしくお願いしますみたいな関係ならんか。そっちの方が俺はいいような気がするんやけど、みんなどう思います？社長直々に言った方が、てか、あ、せめて相手と話すのが社長とかの方がいいような気がするんやけどな、俺は。しかもイベント開催予定日は今からちょうど1週間後だ。やばい、日数少な。もうちょい前々から準備するもんだろこれ。名前大丈夫には思えない。どうだろう、その日はもともとうちの店で企画していたバースデーイベントもあるし。バースデーイベント？お店で働いてくれている女の子のバースデーを祝うイベントだよ。コンセプトカフェをするならメジャーなイベントだね。あー、なるほどね。なんかメイドカフェでもそんなんあるらしいよな。なるほど、その女の子のファンがお店に祝いに来てくれるわけですね。そういうこと。でもオフ会イベントをやりながら別店舗でバースデーイベントをやる余裕がうちの店にあるかどうか。バースデーイベントは基本的にいつもより混雑する。そうだろうな。そうやな、人手の問題があるんよな。普段なら僕がお店のヘルプにも入って店を回すんだけど、その日はきっとオフ会イベントをやっている店舗を見るので精一杯だろう。ご主人様。ラメがそっと僕のそばに寄り添っていた。何か私にできることはないでしょうか。わ、ちょっともじもじした感じの動きしたね、イメイ。かわいい。もうなんかメッセージウィンドウで隠されるんがちょっと惜しいな、その動く瞬間がさ。そうやって気遣ってもらえるだけで使えるような気持ちだった。ざわめいていた心が少し落ち着く。ありがとうラメ。でもラメに手伝ってもらうわけにはいかないよ。無理をなさるおつもりですか？せっかくご
主人様に元気が戻ってきたのに。ダメイが表情を曇らせる。その表情を見ていると苦しくなった。僕のことをこんなに心配してくれている子をかもし悲しませているまでいるままでいいのか。僕はどうするべきだろう。まあ、選択肢は飽きたな。選択肢、あー、これなんか男だったら頼らないとか選べそうやけどさ、俺はどっちかというと人を頼るタイプの人間やけんさ、いや、そんなに人頼らんかな。必要にやったら頼るけど、なんか動画の編集とか配信の設定とかでさ、なんか困ったことがあったら大体ネットで見て調べてそれで解決してしまうけんな。頼る必要が出たら頼るんやけど、その頼る必要まで至らん時が弱って結局頼らんのよな俺。まあ何せよ頼る俺。もしもの時は手伝ってもらうかもしれない。はい、喜んでお手伝いさせていただきます。てかさ、別店舗で2店舗以上で忙しいなるってことを考えたらさ、そういう展開に絶対なるよねって、メタ的な考えになったらそうなるよねって思ってしまうんやけど、大きく頷くように返事をするラミエはとても嬉しそうだ。でもとは言ったけれど、やっぱりこれは僕の問題なんだ。ラメには手伝わせたくないっていうのが本音だ。もし頼るとしても本当にどうしようもなくなってしまった時に限りたい。ご主人様。かわいそうな表情のラミエ、やがて言葉を選ぶようにおずおずとこう言い出した。自分の問題は自分だけで解決しなければいけないのでしょうか。いや、俺も思った。ラメちゃんその通りないよな。自分の問題を自分だけで解決できてないからこそこういう状況になったと思うんやけどな。俺は誰か他の人の手を借りんかったら解決せん問題っても世の中あるんよ。そう考えたらさ、意地を張ってその迷惑かけたくないからっていうんでさ、自分だけで押し止めていくっていうことがさ、まさに自爆のパターンなんよ。自滅していく一方のパターンなんよ。なかなかそれに気づかん人おるよな。え？私はそう思いません。ご主人様みたいに全部一人で背負い込んじゃうような生き方が正しいとは思えません。そうやって生きることが大人になるっていうことなんだよ。だったら俺大人になるかなりたくねえ。みんなより頼ってことが一人前の大人って思ってほしい。俺はどっちかと言ったら。違います。一番いいのはみんなが幸せになることです。誰かが犠牲になるなんてそんなこと。いや、ラメちゃんがさ、いいこと言ってくれよなって思う。確かにみんなが笑い合える道があるのなら、それは素晴らしいことだろう。でも、それは理想論だ。うまく生きていくには、みんな何かを我慢しなければいけない。理想を語っているだけでは難しいんだ。もうそれも確かに一つの考えやけどさ。でも理想通りにしてみたいやん。そのために頑張ってみたいやん。今の主人公はそれをさ、その可能性点を閉じさせようような動きしようよな、俺にとっては。ご主人様らしいですね。ラメは僕の言葉に納得できていない。けれども諦めたような顔をして力なく笑っていた。そして真剣な眼差しを向けて言う。でも、これだけは約束してください。決して無理だけはしないで。わかったよ。無理はしない。本当にか、お前。かわいいな、この仕草一つ一つが。ボーの返事に満足したのか、ラミエはにっこりと微笑みながらうなずいたのだった。ほんまにさ、ここの酔いどころっていうかさ、本来あるべき VTuber と視聴者の関係みたいな感じになってきとるもんな。いや、もともとそんな関係だったんだろうけどさ、リアルに来たからといって、だいぶ距離が縮まったからといって、その関係が変わったわけじゃないって感じがするな。そういうもんよな、VTuber と視聴者の関係って。視聴者にさ、生きる活力を与えるっていうか、ここの酔いどころになって支えるって感じがしてさ、まさに理想的な関係になってる気がするよ。イベントまで1週間というタイムリミットのせいで、やらなければならないことが詰まっていた。まず、お店で働いてくれているアルバイトの女の子たちの中で、各店舗のリーダーをしている子に集まってもらった。そして、バースデーイベントを延期する方向で考えていることを連絡した。そうするんじゃ。
そういうわけだ。すまないがよろしく頼む。そのオフ会イベントって全店舗使うわけじゃないんですよね。今のところ1号店を使う予定を考えている。じゃあもともとあったバースデーイベントは他の店舗でやる感じでいいんじゃないですか。店長は心配しすぎですよ。バースデーイベントの方は私が何とかしておきますよ。うわ、なんかすごい頼もしいバイトの子がおるもんやな俺。系列店で働いてくれているコロナ禍で一番緊急の長い女の子がそう言ってきた。ベテランのさんなんやな。しかし一番経験が長いと言っても2年足らずだ。いやー、バイトやけんそんなもんなんかな。よく働いてくれているのはいつも見ているからわかるが、軽々しく責任を押し付けてもいいのかどうか判断に迷う。そこやな。アルバイトの子でさ、経験値もそこまで長いかって言ったら微妙なとこってきた。そういう子にさ責任を渡せるかっていうのもなんか上の人間の技量な感じがするな。大丈夫ですって、任せてください。わかった。あー、これなんか任せてくださいって言ったはいいものなんかちょっとトラブルが起きちゃうパターンかもしれませんこれ。なんかそんな気がする。俺一人が足りない今は交通しか他ないだろう。そう判断して僕は同日に2カ所でイベントを開催することを決めたのだった。翌日か。とりあえずコスプレイヤーの女性と連絡を取り、店の開店前に打ち合わせをした。相手決まっとったのかな。コスプレイヤーの女性、彼女は指定していた時間の15分前には店に来てくれた。はじめまして、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕の店で働いている女の子たちと同年代くらいに見えるのにかなり礼儀正しいイメージを受けた。フリーでコスプレイヤーをやっているだけあってしっかりしている子なんだろう。あ、フリーの子なんやな。私コスプレイヤーとしてはまだ新人の片方で、こういうイベントをするのが初めてなんです。お互いにとってできるだけいいイベントにしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。彼女の熱意の凄まじさに圧倒されそうになった。いい子やな。正直に言うとオーナーから無理やり押し付けられたことだったのでイベントに対してあまりやる気が出なかったんだけれど、こんなに真剣な女の子に不誠実な対応はできない、誰か一人がさ真剣な態度がおったらそれに応えなければいけないって周りがどんどん熱気が溜まっていくっていう好循環やな。一緒に最高のイベントにしましょう。そして僕らはイベントの詳細を決めるため打ち合わせを始める。開演時間は何時頃にしましょうか。19時からだと助かります。その日はイベント前に別件のお仕事が入ってまして。となるとイベントは3時間を予定しているので終了は22時になりますが、はい、大丈夫です。ちなみに予約はどういう感じで受け付けるのでしょうか。うちの店のホームページからできるネット予約を利用しようと考えてます。もしよろしければ定員の20名に達した時点で参加者のリストを送ってほしいんですけれど。なんかそんなんがいるもんなん。構いませんよ。電話番号やメールアドレス、住所などはお伝えできませんが、それでよろしければ。もちろんです。ありがとうございます。次にイベントの内容の構成についてなんですが、カウントの打ち合わせは想定したよりもずっと入念なものになった。全てを話し終えた後で時計を確認したら1時間以上が経過していた。もうあと30分もすればお店の営業時間になってしまう。このコスプレイヤーの子ほんまに新人の方なんか、えらいなんか手慣れ取るっていうかさ、フリーってことはなんか真似する相手っていう人がおったんかどうかも怪しいのにさ、えらいテキパキできよんやな。今日は本当にありがとうございました。イベント当日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。やばい、俺も VTuber さんとのコラボをお誘いの時こういうぐらいちゃんとバッチリ喋れなあかんなって思ってきてが。彼女の背中を見送って一息をつく。いい子なんだけれど少し目っぱりな部分があるかなと思った。そうなん。彼女が提案してきた内容はどれもかなり派手なもので、予算も足りなければ準備に要する時間も足りなかった。ああ、なるほど。その中でも参加者に振る舞う料理のメニューだけは
なるべく彼女の希望通りに寄せることになったんだけれど、どれもうちの店のメニューにないものばかりなんだよな大丈夫なんかな。イベントまでもう時間がない。限られた時間でどこまで用意できるか。しかもこのイベントの裏で店で働いてくれている女の子のバースデーイベントもある。そっちの準備もしなければならない。これはなかなか骨が折れそうだ。これからやるべきことを考えながら思わずため息をついてしまうのだった善と多難。ご主人様、コーヒーを入れました。うわ、スッと出てくるからね、君出てくる横からさ、キキーって言いながらさ、ブレーキかけながら出てくるからね。おっと、今年初めてのそのメイド服姿ですね。明らかにメイド服とは思えないメイド服姿やな。いや、腰で腹から上の部分切り取って、そこにビキニ着てみましたみたいな感じやもんな、これ。父のハムヤシ具合がさ、えげつないほどセクシーなんよ。ああ、ありがとう。そこに置いといてくれ。家に帰ってきても仕事に追われている僕を、ラメイが気遣ってくれる。目のやり場に困るな。今日もお忙しそうですね。ちょっと昼にやりたいことがあってね。それまでに他の仕事を終わらせておきたいんだ。例のイベントのことでしょうか。うん、参加者に振る舞う予定のフードがそれなりに本格的でね、僕の店で提供できるのかってことを含めて検討しておきたくて。あ、こういう時さ、ラメちゃん結構料理が得意やけんさ、なんかアドバイスもらえそうな気がするな。今日の昼、店の開店前に試しにいくつか作ってみる予定なんだ。僕の店で普段から提供しているフードは基本的に簡単に作れるものしかない。アルバイトの女の子でも作れるように極限まで手間を減らした結果だ。だからこそキッチンも家庭用のものと変わらない簡易的なものしか置いていない。作れるものが限られてくるわけだ。なんだろう、当日になったらさフライパンの下の方から火がボー出てきて、中華の達人みたいなことやるんかなイヤッホーみたいな感じでさ、すごいテンションでさ、フライパンを振り回してさ、宙を覆うんかな、ライスか宙を覆うんかな、追う？飛ぶんかな、宙をシャンシャンシャンって。そのフードメニューのリストを見せてもらってもいいですか。おっと、ラメー職人、職人？ラメーシェフ、ちょっと見てもらえませんが。え、構わないけど。ラメーにパソコンの画面を向ける。ラメーは向けられた画面をもじもじと見つめていたかと思うと、やがてニコッと微笑んでこう言った。これくらいなら私作ることできますよ。お？え、本当に？はい、レシピは全部頭の中に入っておりますので。すげえな。おお、養分全部胸に言ってるわけじゃないんだな。そういえばラメはもともと電子の存在だから、ネットで見れるような情報は何でも見て覚えていたって話をしたことがあったっけ。ありがとうラメ、もしよかったら僕に作り方を教えてくれ。ラメが教えてくれれば仕事がいくらか楽になる。自分でレシピを探して練習するのもいいんだけれど、やっぱり誰かに教えてもらった方が覚えは早い。そう思って期待していたんだけれど、ご主人様には教えてあげません。なんでなんでそんな意地悪するかな。え、どうして。だってご主人様に作り方を教えちゃうとまた無理をしようとするじゃないですか。それはでも仕事だからやらないといけないし。勘違いしてほしくないんですけれど、私はご主人様に仕事をしないでくださいって言ってるわけじゃないですよ。どういうこと。ご主人様が言うべきことは一つだけです。一つだけ。ラミエ、抱かせて。一つだけ。はい、ズバリ私に頼めばいいんですよ。イベント当日のフードを作ってくださいって。わあ、店の中で入ろうとしているこいつ、少しだけあっけに取られてしまった。我に返って深く息を吸い込み吐き出して冷静になった頭で考える。いやいやいや、それはできないよ。それはもはや仕事を任せているのと一緒だ。普通なら金銭が発生するとこだ。
ただでさえ家事を任せっきりで申し訳ないのに、さらにそんなことを任せるなんてエクアなのもできない。ふーん、それでいいんですか。私を頼ってくださればご主人様も楽ができるのに。ちょっと意地悪な感じ、言い方してきやがったな。そういう思考も頭の中ラーニングされてるんか。イベントの日まで忙しくて眠れない日が続くんですね。はあ、かわいそうなご主人様。わ、やべえ、主人公のことをさ、主人公に対しての駆け引きが上手になってきてる。ラメちゃん、無理はしないって私と約束してくれたのに、無理をしてしまうんですね。うまいな、ラメちゃん。やってくるな。男を手玉に取る能力高いな。いや、それは私は悲しいです。シング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 だー。わかった、わかったよ。もうラメにお願いするよ。私にお願いするって言いましたね。男に二言はありませんよ、ご主人様。悪い顔してやがる、悪い顔してやがるな、おい。可愛いけど分かってるよ。もうなんだかめちゃくちゃ悔しかった。自分の心情を負けてしまった。ダミの手のひらの上で転がされた気分だ。それじゃあご主人様、もう一度しっかりと言ってください。有無を言わさないような圧力だ。イベント当日フードを作るのをお願いしてもいいかな。はい、喜んで。あ、やばいなこれ。好感度がどんどん上がってきて、ラメちゃんがドエスな方向に持っていったらさ、この同じようなテンションでさ、僕のことを踏んでくださいって言わされるんかな今度。やべえな、こんな展開があるんだったら。女の子に罵られたい男の人、この動画見てくださいみたいな、そんな動画になってしまう。大丈夫かな俺の動画、大丈夫かな。あ、そっちの方が再生回数稼ぎそうな気がするけどさ。面倒事を任されてるというのに、なぜかラミーはものすごく嬉しそうだった。そうとなれば早速練習しないといけませんね。そうだな、とりあえず今日のうちで食材を買って家に置いておくから、それで練習しておいてもらえるか。何を言ってるんですかご主人様。え当日実際に使う器具で練習しないといけないじゃないですか。店に連れて行けって言うよ、店に連れて行けって言ってるこいつ。まさかとは思うけど、もしかして嫌な予感が夢中に渦巻く。そんな僕を見てラミエはいやらしいほどににっくりと微笑んだ。今ちょっと父が揺れたんはさ、もうそろそろ興奮しなくなってきてるぞお前。なんか父揺れすぎて、そろそろ父揺れだけじゃ興奮しなくなってきてるぞお前。嘘です、まだ興奮してます。わあやばい。こう見たらやっぱお前上半身の露出度高すぎるよお前。横から見たら肌めっちゃ出とるでお前。なんかの拍子でさお前乳首の周りのあたりの布をピョーンってどっか横に飛ぶぞお前。見えるぞお前。そんな格好しとるぞお前。冬だったら絶対寒いってお前。夏でもおかしいけどなその格好、言っとくけどお前。その日の夜、僕の店の1号店のキッチンにはラメの姿があった。え、その日の夜ってことはさ、店開いとんよな、言っとくけど。え、だとしたらさ、他の人に見られとるから夏の格好お前。絶対さ、痴女な女の子だと思われるぞお前。バイトの子、テーブル4番さんのオムライスできました。はいはい、持っていきます。馴染んでる。すげえ馴染んでる、何の違和感もないぐらい馴染んでる。ラミエが作ってくれたオムライスをアルバイトの子が受け取り、お客さんの席まで運んでいく。とても自然な流れだった。ラメが僕の店に完全に溶け込んでいた。こんなはずじゃなかったのに。僕は頭を抱える。賃金が発生するわけでもないのに、ラメが普通の従業員並みに働いてくれている。申し訳なさすぎて頭が上がらないよ。ただ一つ言えるのは、服装は絶対に普通の従業員のものではないからなお前。俺さ、もし厨房にお客さんが入ってきて、この姿見たらさ、えってなるぞお前。
こんな格好で働かせてるのみたいな。それ大丈夫なん。いやー、しかし店長さんもいい子を見つけてきたね。ラメちゃんだったっけ。まあ、あれだけ可愛くて料理が上手だと推しになっちゃいそうだな。ラメちゃんはそのまま店では働いてくれるの。いえ、今日は緊急のヘルプみたいなものです。店で働きたいってバイトの募集をしてきた子じゃないんですか。じゃあどこで声をかけたんですか。あの子、店長さんのレンタル彼女らしいですよ。あの、いらんこと言うなお前。全然違うわ。誰だそんな噂を広めたやつは。この前3号店の子が言ってましたよ。店長の秘密を握っちゃったって。あの子か、あの子か。さてはついこの前ラメに搬入を手伝ってもらった時にばったり出くわしてしまったあいつだな。勝手な噂を秘めやがって。今度会ったら怒ってやる。ラメは居候だよ。居候ですか。今時珍しくないですか。そもそも居候の女の子がこんな格好してるって時点でさ、ちょっと事件な匂いしますけどね。あの、いろいろと訳があってね。訳ありすぎだな。だとしたら居候の女の子にこんな格好させてるっていうこと発想に至ったらもうちょっと事件な匂いがするぞ。警察呼ばれてもおかしくないぞお前。どこでさらってきた。ああ、そうなってしまうんか。そうなってしまうんか。誘拐したみたいな言い方をするぞ。しょうもないやり取りをしている間に、またラミが声を張り上げる。ちょっとしたさ、コントみたいだったもん。テーブル1番さんの唐揚げでーす。お願いします。わあ、そうじゃ、スクショ撮るの忘れとったな。絶対ここだろう、その、サムネに使うんだったらみたいな感じの。絶対サムネポイントここやわ。テーブル、あ、言おうたな、これ、セリフで。はーい。唐揚げが出たところで、フードの注文、ひと区切りついた。このタイミングでキッチンにいるラミエの元へと向かう。あ、ご主人様。ご主人様じゃない、店長で呼んでくれ。ただでさえレンタル彼女とか誘拐者とか言われてるのに、ご主人様呼びされてるのを聞かれたら大変なことになる。やばいぞ。俺が捕まったらこの系列店全部閉店だからな。お前、バイトのこの給料とか収入源とかも立ってしまうからな。お前どんだけ被害被ると思っとんだお前。すみません店長さん、まだ慣れてなくて。まあそういうのも可愛いからね。まあいいんですけどね。本来なら慣れる必要のない呼び方なんだけどな。どうしてこうなってしまったんだか。仕方ないじゃないですか。アルバイトの子が体調不良で休みになっちゃったんですから、その子の代わりに私が入っただけのことですよ。父揺らすな。しょうがないとは思うけど父揺らすな。本来なら開店時間を迎える前にダメを岩まで送るつもりだったんだ。それなのに気づいたら言いくるめられて、ダメが僕のお店のキッチンに立っていた。言いくるめられてか。もうだんだん店長さんのさ、どう言ったらさ、自分の意見通せるかって思う。だんだんラメちゃんが気づき始めてきとるからな。なんでこうなったのか、僕自身さっぱりよくわからない。イベントのフード作りの練習をしてもらうだけだったはずなのに。あ、そうだ。イベントのフードの方はどうだった？問題ないと思います。レンジもオーブンもあるので時短できそうですし、コンロも二口あるので十分です。そうなんじゃ。当日はイベント開演前にお店に入って仕込みをしたいんですけれど。それくらいなら全然協力するよ。ありがとうございます。むしろこっちの方がありがとうございますなんだよな。礼を言われる筋合いなんてない。むしろ助けられているのは僕の方なんだから、僕が礼を言うべきだ。ありがとうラミエ。気にしないでください。私がわがままを言って手伝ってるだけですから。ラメちゃん、5番テーブルでオムライス入りました。はーい、かしこまりました。あー、やばいわ。
今日の売り上げはいつもの何倍増しなんだろうな。再びラミエがキッチンに向き直る。バターを入れてご飯と玉ねぎっと。それにしてももうちょい服装どうにかならんかったんかな。それとも何かアルバイトの女の子たちもこんな服装で働きよんか。常連客の人もさ、この服装はやりすぎって思わんのかな。思わんってことはアルバイトの子たちもこんな服装なんかな。え慣れた手つきで材料をフライパンに入れていく。そしてコンロに火をつけた。しばらくすると素材が熱で焼けていく音がしてバターの風味が漂ってきた。あ、すみませんご主人様、ケチャップを取っていただけますか。ああ、わかった。ほら、あとご主人様じゃなくて店長な。すみません、ありがとうございます。ケチャップを手渡しながらふと考える。どうしてラミーは僕なんかのためにここまでしてくれてるのだろう。僕の言葉のおかげで勇気と希望をもらえたからって言ってたけど、僕はその言葉を忘れてしまっている。こんな僕なんかのためにこんなに手伝ってくれる必要なんてないのに。テーブル5番さんのオムライスです。僕は考え事をしている間にラミーはオムライスを作っていた。ものすごく手際がいい。下手をするとこの店で何年も働いている僕よりも上手かもしれない。とんでもねえ。おう、ちょっと間違っとるし、このさ、覗いてきてるような顔も可愛いし、もうなんか、もうダブルだわ。目と耳ダブルで癒されてるわ、俺。ご主人様と言いかけて、律儀に言い直してくるのが可愛いらしい。いや、なんでもない。お疲れのようでしたら休んだ方がいいですよ。何かあったら起こしますので。大丈夫だよ。ラミはきっと僕の負担を減らそうと頑張ってくれている。それが僕にはものすごく心苦しかったのだ。そうか、申し訳ないね。結局その日は閉店までラミに手伝ってもらうことになった。いつものように終電をなくした女の子たちを送ってラミと一緒に家まで帰る。今日は空が明るくなる前に家に着くことができた。ただいまです。僕よりも先にラメが入って元気よくそう言った。次に後から入ってくる僕を振り返って目も覚めるような笑みを浮かべる。お帰りなさいませ。それやらんかったら家に入れてくれん感じか。もうもしかして。ああ、ただいま。すぐに晩御飯の支度をしますね。先にお風呂に入っていてください。さっきまで僕の店でフライパン片手に料理を作りまくっていたのに、帰ってきても僕なんかのために料理をしてくれる。ますます申し訳ない気持ちだ。風呂から上がると美味しそうな匂いが部屋に満ちていた。今夜は醤油ベースの和風パスタにしてみました。わ、イタリアもできるの。たっぷり入れてヘルシーに仕上げてみたんですが、どうでしょう。バリエーションがすごいな、おい。昨日とんかつだったのに。食事の席についてラメが作ってくれたパスタを一口食べる。相変わらずうまいよ。そう言っていただけると嬉しいです。何から何まですまないな。ラメも今日は疲れただろう。一緒に休もう。ん？どうしたの？やばい方向で捉えてるね、この子。このゲームの対象電流を爆上げさせるつもりなのかい、君は。いやいや、違う。そういうわけじゃなくて、仕事だけじゃなくて、いろいろとあって疲れていたからか、そこまで頭が回ってなかった。ご主人様がそう願っているのでしたら、その覚悟を決めます。マジかー。だったら勇気を持ってさ、一緒にしてくれって言いそうな気がする、俺だったら。いやいやいや、そんな覚悟いらないから。ここまで体の関係を持ってしまったら、レンタル彼女と呼ばれるのがまだマシだと思えるような関係に落ちてしまう。大人の男としてラメの七ファンとしてそれだけは超えてはいけない一線だ。そんな覚悟はいらないって。
どういうことですか、ご主人様。なんでそっちの方向に取られるんだ、お前。何ちょっと嫉妬してるんだ、お前は。え、なんで機嫌悪いの。ご主人様にとって、私はその程度の存在だってことですか。なんて答えればいい。じゃあ、俺、なんて言えばよかった、お前、今の回答。教えてくれ。え、いや、え、なんで怒ってるの。ふーんだ、教えてあげません。ちょっとどんどん意地悪なことを言い出し始めたぞ、ラミエちゃんが。おい、ぷいっと顔を横に背けるラミエ。その様子を見て僕は戸惑うばかりである。ちょっと、おい、ラミエ。ラミエさーん、ごめん、僕が悪かった。謝るから許してくれよ。ダメ。必死になって頭を下げていると、可愛らしそうに、おかしそうに笑いながら、ようやくこっちを向いてくれた。こいつ、どんどんドエスっぷりが上がってきてるじゃねえか。なんだか、ご主人様の扱い方、少し分かってきたかもしれません。本人の前で言うな、お前、そんなこと。ご主人様を扱おうとするメイドとは、せよ恐ろしい。とはいえ、その表情はにこやかで、ラメの機嫌が悪くないことを示している。なんだよ、怒ってなかったのか。びっくりしたじゃないか。勘違いしないでくださいね。私が傷ついたのは本当のことなんですから。え、にじんだ瞳にじっと見つめられて、背筋、首筋に何か鋭いものを突きつけられている気分になった。ご主人様って優しいのに優しくないんですね。僕が？どういうこと？そんなご主人様を支えるのもメイドで天使な天塚ラミエのお仕事ですから。え？よく分からなかったけれど、ラミエが何かに納得して少し満足そうにうなずいていたので、ルインは下がったのだろうか。ラミエの様子を伺いながら、冷めないうちにパスタを頬張っていく。そういえばさっきの話に戻るわけじゃないけど、ラミエっていつ寝てるんだ？私ですか。バーチャルゲーもしかして年でも生きる感じなんかな。睡眠だけじゃなくてご飯は？お風呂とかも。今までどうして気にしなかったんだろう。僕はラメのことを大切に考えているつもりで何も考えてあげられていない。心配しないでください。何度も言っているように、私はもう天使の仲間になりましたから。天使、食事もお風呂もいらんのか、それ。睡眠も。人間とは体の作りが違うんですよ。だが睡眠も取る必要も、ご飯を食べる必要もないとラメは言った。体の汚れに関しても聖なる光で浄化することができますので。天使ってすごい便利な体なんですね。聖なる光。はい、こんな。ミラーフォース、聖なる光、ミラーフォース、バリアだなそれ。ミラーフォース出せるかな。ラメが手のひらを自身の胸元にかざした次の瞬間、うわ！ラメがパソコンから出てきた時と全く同じ光が一瞬して発せられた。その光はやがて粒となって弾け消えてしまう。そして目の前にはここなしか鮮やかになったラメがいた。という具合です。ですので私には睡眠も食事も入浴もいらないのですよ。それ見てどんな反応すればいいんや、これ。わあすごいとか言えばいいのか、スクショ撮ってツイッターにあげればいいのか、やべえこいつ何とかしないとみたいな思わないといけないのか。今まで僕のそばにいて人間のような生活を送っていたから忘れかけていた。ラメは人間ではない、行為の存在なのだ。そのことを改めて思い知らされた。なあラメはいつまで僕のそばにいてくれるの。そう質問しかけて寸前のところで思いとどまった。ご主人様？うん、なんでもない。ん？変なご主人様。ラメがいなくなった時のことなんて考えたくない。仕事以外だと孤独だった僕の生活がラメの存在によって色鮮やかなものに変わった。今ならわかる。ラメが僕のところに来てくれなかったら、きっと僕は心をすり減らしきって死んでいただろう。今も
大変な生活というのは変わらないけれど、それくらい僕にとってラミの存在は大きくなってしまっている。明日も店に来たい？はい、もしお邪魔してもいいのならそうしたいです。フードももう少し練習したいですし。でもいいんですか？というと？今日私がお店のキッチンを手伝っている時、ご主人様ずっと気にしていたので。そりゃ気にするだろうな、その格好だもの。オフ会イベントまで時間がないから、練習できるだけ練習しておいた方がいいだろう。ちょっとなんか言い方がおかしい。本心を悟られないように建前を述べる。どうせなら常連のお客さんに試食してもらおうか。アルバイトの女の子にも試食してもらうのもいいかもしれないな。実際にたくさんの人に食べてもらって意見をもらうのはいいですね。ラメが作る料理なんかだから落ち着くないわけないと思うけどね。あとお客さんが僕は君のおっぱいが食べたいですとかいうセクハラしてきたら、俺が容赦なく追い出すから大丈夫だよ。実際に僕も試食してみたけれど十分に美味しかった。あ、これはおっぽいの話じゃありませんよ。料理の話よ。おかえイベントの日まで大変かもしれないけど、よろしく頼むよ。はい、かしこまりました。もうだんだんさ、ラメちゃんがさ、主人公にとってなくてはならないような存在になっていってる。わあ、でもさ、そうなるとやっぱさ、ラメちゃんが言おった最後のお仕事ですっていうの最後の部分がすごい気になってしまうよな。大丈夫かっていう気分で終わりだ今回。次回もよろしくお願いします。次回は来るかな、イベントの様子。